健介に対してカウントが2ストライク3ボールです。ラストボール低めいっぱいに決まりました。ストレートで最後は勝負にだんだん見えてはきました。そうですね、もうあとはあの打順をどういうふうにしたら一番その点のいい点の取り方をするかという、ね、どうしてもやっぱり気になるもんですからね。江藤自身の今5番打った6番のバッティングからするとあまり良くない。これはあのやっぱり5番バッターというのは4番のよりなお一層勝負3番にした場合にですね、今あの高見さんの話ですと江藤の状態が悪いだけにマルチネスが5番というそこから出ていった場合に、どうしても4本のヒットで1点しか取ってくれないと、そこにやはり長打が絡まる。僕は一番気になるのがね、清水の存在なんですよ。このオープン戦を見渡しても左ピッチャーの時には大体外れてますよね、はいはい、そのあたりねシーズン通して清水の起用清水なんかはヤクルトの石に対してはチーム1の打率を残してくる。だからその今彼に対する問題だろうと思うんですね。あのスイングを見てもねそのピッチャーにとって変えるような選手じゃないのになっていうこういう外から見ると印象なんかはまあまあ良くなってきてるんじゃないかなと、ただやはりどうしてもまだあの引っ張りに感じが出てきますんでね、今日みたいな上り調子に来てますんで打線自体はちょうどいい時に押し込んできてくれたなと思ってます。計算通り来てますんで、いずれにしても